卵が到着しました。今から取り出してふかきに入れたいと思います。ふかきをちょっと掃除して、この2回目生まれた子とふかしてない卵を取り出しました。はい、今からセットします。で、開けてみたら1個割れて、ティッシュ、包まれたティッシュが結構びしょ濡れています。あと9個は大丈夫そうです。はい、今から番号つけて、あんまり意味ないんですけど、番号つけるのは展覧するときにね、ちょっと面が変わったっていう印ぐらいになると思います。番号付け終わりました。これを1から9までつけて、この卵の色がね、ちょっと他のとちょっと明らかに違う。白姫うずらの卵じゃないかもしれない。違う姫うずらの卵かもしれないなっていう感じです。で、それで、この輪っかをもうちょっとつけて、これ前回これあると割と展覧しやすいので、また使いたいと思います。はい、ここも汚れますね。一番つけとこうか。こんな感じです。これで蓋をして、で、この温度を設定、少し上げましょうか。7度3分につけましょう。で、この子をまた戻しますね。一緒に暖かいところにまたいる必要があるので、あと中で走り回ると少し展覧も手伝ってくれるかな。逃げ回ってます。はい、はい、ちょっとおいでおいでおいで。おお、めっちゃ元気ですね。はい、よし、おいでおいで、よいしょよいしょ。はい、あ、逃げた。おおお、はい、入ります。今から3週間ぐらいかな、毎日展覧して、最低でも4回以上1日ね、まあいろいろやりながら、時間あるときに思い出したら展覧する感じです。で、このちっちゃいのひよこちゃんが展覧も手伝ってくれるでしょう。はい、そういうつもりで頑張ります。